行こうや。また音が聞こえてきた、行こうや。腹が減ろうが音が聞こえれば体が動き出す。この男やっぱりナオト・インティライミだ。とりあえずドーナツを購入。カーニバルを見物しながらようやく小腹を満たす。観光客として外から見るパレード、カーニバルもいいけど、今こう中にグイグイこう体感しないとね、カーニバルの醍醐味は。あーおや。近い近い。あ、こっちの方がいいじゃん。絶好の見学ポイントを発見。地元の男性の手を借りながら柱をよじ登る。カーニバルの熱狂と興奮は尽きることを知らず、カーボベルデの人々には笑顔があふれ、ミンデルの街全体が歓喜に包まれている。カーボベルデのカーニバル、なんかリオ、ブラジルでいうリオのカーニバルとサルバドールのカーニバルを足して2で割った感じのいい具合。何かって言ったら、リオのあのすごいこうショー、エンターテインメントのショーの部分と、サルバドールの土臭いこうストリートをこの細かく練り歩いてる感じで、もう本当両方ある。すごいよこれは。最高だったね。なんか研ぎ澄まされた衣装とかもすごい綺麗じゃん。でもあんな近くで間近で体感できるっていうのが、これお得。カーボベルデのカーニバル超おすすめ。みんな見てほしい。日本のみんなに見てほしい。あー喉乾いてた。もう水飲むのも忘れるぐらい次から次に起きるハプニングに食らいついてたから。これうまいわ。これこの旅一うまいわ。これ今の一杯。よし繰り出そう。パレード。もうええわ。すげえ。嘘みたい。嘘みたいな夕焼け。なんか幻想。すごい。へえ、うわーすげえな、カーボベルデ。この日の夜は地元のライブレストランで夕食をいただいた。
ステージ上のミュージシャンと話す直人、もしや。テーブルに戻ろうとするが、今度は直人が一曲披露することになった。Can I sing one? Can I sing one song? Japanese song?レストランを一瞬でナオト・インティライミのライブ会場に変えてしまった。この男の歌は人種、国境を越えて聴く人を熱くさせる。ありがとうママ。こんにちは。こんにちは。 You remember ママ、ありがとう。イタリアの、イタリアの、グラーツ。
グラッツェ。ありがとう。パパありがとう。グラッツェ。グラッツェ。フェリシタシオン。Except for Singapore. Let's see. No, no. It's too noisy. So sorry. どうもありがとうございます。どうもありがとう。あのね、肉が1時間待ちしてる。ライブとあのお客様の絡み上げで1時間。いただきます。レストランを後にし、夜のミンデロを歩く。カーニバルの興奮はまだ冷める気配がない。パレードはまだまだ続く。ミュージックシティ、カーニバルシティ、カーニバルアイランド、カーボベルデ。やばい。カーボベルデ。カーニバルやばい。見て。カーボベルデ、ミンデロのカーニバルの熱狂は夜を迎えても衰えることなく、むしろそのボルテージは。さらに高まっていくのだった。